で、その当時から、あ、また日本こっちにいるので。あ、じゃあその Google の時の、はい、同僚だったんですか。そうですね、同僚ですね。うん、もともとはその Google Japan で一緒に働いて、2人ともGoogle のこっちのアメリカの本社の方に移籍になって、はい、でそっちで仕事をしてたんですけど、ちょうどその時に彼はもうこっちで一時期 Google マップのエイプリルフールをもう3年連続で彼が、ああ、はい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 、毎年すごいやつですよね。ちゃんと見てくれてるんですか、ね、はい。ドラクエ、ま、Google マップがドラクエっぽくなったりとかも彼が作って。はい、で、その後ポケモンチャレンジっていうのを彼が作って、その Google マップ上でポケモンが捕まえられるっていうのがあるんですよ。うん、で、それが、で、それを見て、このナイアンティックの CEO のジョン・ハンケが、うん、これ現実世界でできないかっていうふうな形で、うん、で、そこから、で、彼に、まあ、彼が作ってるってのを僕知ってたんで、彼と一緒に、なんとかできないかなっていう話をして、で、まあ、彼が最初、そのポケモン株式会社と、フシトラーを繋いでくれたんですよ、ね。うん。で、そこで、最初はもう彼はずっと Google のエンジニアだったので、お手伝いみたいな感じで、最初は、手伝ってくれてたんですけど、もう、うちに完全に移籍して、その後ずっとポケモンのプロジェクトを、はい、だから俺ずっとポケモン GO がこう話題になり始めた時にアメリカからこう火がついてるから、なんでこうアメリカからなんだろう、日本のポケモンなのになんでアメリカなんだろうと思ったら、もう開発者がこっちにいるからですね。そうです、そもそもこの会社でこのオフィスで、で立ち上げた時にこうバーンって出てきて、僕この会社初めて知ったんですけど、はいはい、あれ、任天堂って出ないなと思って、それは どういう、あれなんですか、ポケモン GO のスタッフさんに、この技術を使いませんかみたいな話なんですか。ポケモンって、そのポケモン株式会社、ポケモンっていう会社があって、はい、そこがポケモンの権利を持ってるんですね。で、まあ、今回その開発にあたっては、そのナイアンティックが主体になって開発をしていて、その、ポケモンさんには協力という形で、ポケモンさんからもその開発の協力だとか、もちろんそのキャラクターの ID を提供していただいたりとか、そういう関係で作ってますね。なんでそのワンってナイアンティックが出るんですけど、ナイアンティックの下にポケモンカンパニーも、はい、出ますね。どっちもちっちゃく、でもいやいやバーンって出るじゃないですか、一番最初ロゴの大きさの単純に、あ、なるほど、横長のロゴなんで、その小さく見えるかもしれないですが、小さいってことはないです。なるほど、はい、その時の、ポケモン株式会社もあって、任天堂も当然絡んでくるんですよね。任天堂は開発には直接関わっていなくて、へ、そうなんです。任天堂さんはそのポケモン GO プラスっていうデバイスがそのうち発売されるんですけど、はい、こう腕につけて、はい、LED がボタンがついてる、あれ今発売が遅れてるやつですか、うん、まあそうですね、まだ発売されてる、出る出るって言ってて出なかったやつですかね。これから出ます。これから出るんですか。それも絡んでるんですか。それも、はい、うわーすっげー。あとはナイアンティックがその Google から、まあ、スピンアウトっていう形で独立したんですけども、はい、その独立した時にその出資してくれた株主として Google もいて、はい、株式会社ポケモンもいて、うん、任天堂もその中に協力してくれてっていう形です、ね。これその開発の時にここまで世界的に爆発的に広がるっていうのはもう最初からなんとなく感じてたんですか。まあ、さすがにこの勢いは誰もが社内もみんな驚いてましたけれども、もともとそのゲームを作るにあたって、なるべく幅広い年齢層だとかその性別に受け入れられるように、もともとポケモンブランドっていうのはものすごく強い、いろんな国でアニメとかそのゲームがものすごい認知されているのは分かっていたことでもあるので、そのまあちゃんと作れば、面白いものを作れば広まるだろうというのは、ヒットするっていうのはもう手応えとしてはあったけど、ね、ここまでだってこれ久々に見る社会現象だなと思ったんですよね。はい、そうですね、ここまでとは、はい、僕は予想できなかったですね。うん、僕は
淳さんが、はい、自分で多分あの SNS につぶやいてらっしゃったと思うんですけど、はい、公園に行って奥さんと一緒にプレーしていて、はい、でもあの普段だったら公園に淳さんとかがいたらもうみんなバーって寄ってくると思うんですけど、みんなポケモンに夢中で本当に、ま、たみんなスマホに夢中 でとにかくもうピカチュウが出たぞっていう声が上がったらもうそこにみんな行くし、でも夜の公園も今まで人がいないところに人が集まって、で交流が生まれて、でしかもそこの消費が今度始まるんですよ、人が集まると。だからすごい経済効果ももたらしてるし、経済効果とともに人と人がこう会話するっていうきっかけ作りを僕らのテレビの仕事でたくさんコンテンツを作りながらやってたのが一気にかっさらわれて、でいとも簡単に人と人とがこうスマホの狭い世界に入ってたのが一気に会話が生まれるものを作り出したっていうことに関しては、ある程度その狙いがあったのか、全くあそういう派生をするんだっていうのを驚いてるのか、どっち？もちろんそれ狙いがありましたね。あのイングレスってご存知ですか？ナインティックが最初に作った、はい、あそこ今ありました、はい、そうですね、イングレスでもうナインティックはあの人を外に連れ出してみんなが会ってコミュニケーションをするっていうところをあのがナインティックの価値としてやりたかったことなんですね、うん、でイングレスでそれをある程度達成できて、でもうあのいろんな何ですかね、イングレスを通じて出会ったカップルが結婚するとか、うん、子供が生まれるみたいなストーリーっていうのはあのずっとあったので、うん、まあ、ポケモンでもさらにそれをこうもっとそれは増幅できるっていうのがあったと。そうですね、あそれはなんで狙いとして初めからあります、ね、でも家に閉じこもってた人が出始めるってどの教育者でもできなかったことがこれできたわけじゃないですか。この先このポケモン GO っていうか、まあ、このシステムを使って どういうふうに何をどう、僕はあのこういう開発のこととか全然わかんないんですけど、ただただ現象に驚いてるだけなんですけど、まあ、当然こう会社ができたからには次の展望があると思うんですけど、どういうことを考えてるんですか。うん、そうですね、どうですか。まずそのポケモン GO ができたことで、たくさんの人がこう例えばスマホをこうやって傾けてこうやって見たときに何かがそこにいるみたいなのっていうのがあのすごくこう何て言いますかね、自然に話せるようになったと思うんですよ、うん、ポケモンが現れる以前は何か傾けてここに何かいるって言ってもまあ頭おかしいんじゃないかみたいな感じだったと思うんですけど、今では多分例えばスマホを見ながらここにねああいうキャラクターがいるんだよって言ってもポケモン GO があるからみんなああそうなんだみたいな感じでこう受け入れられるようになった、うん、そういうふうに少しずつなんていうんですかね、みんなの考え方が変わっていって、でもっともっとこうなんていうんですかね、人もどんどん外に出て、うん、で多分その公園とかを回っていてもこんなところにこんな銅像あったんだとか、うん、こんなところにこんな変な看板あったんだとか、いろんな発見があると思うんですよね。ポケモン以外の気づきが確かにありますね。でそういうのがこう自分の中でこう新しい発見になって、でこれってもうどんどん続くことだと思うんですよ、うん、それで地元が好きになってくれたりとか、うん、イングレスの時はその今までずっと自分が千葉に住んでたんだけれども、千葉の街があんまり自分は早く東京に行きたいと思ってたんだけど、うん、イングレス始めていろんなポータルを巡っていくうちに千葉が大好きになりましたとか、あ再認識する、そうなんですよね。だからなんかそういうのってどの街でも起こるかなと思っていて、多分そのポケモン GO がすごい世界中で多分そういうのをこう作ってくれていて、うん、でそうやってこう、まあ、自分の身の回りが好きになってくれたらこうなんかちょっとまた違う動きが多分起こってくるんじゃないかなっていう感じですよね。でも一つのゲームでこう国を越えてゲームを立ち上げるってことが俺なかったんですけど、この前台湾に行った時も立ち上げたんですよ。で、まあ、当然まだステーションはなかったんですけど、もうマップはできてて、あれなんかもう下準備ができてて、あとはなんか条件が整ったらすぐ走り出せるみたいになってるっていうのにまず驚いて、でアメリカに来たらアメリカに来たでまたすぐポケモン GO を立ち上げるっていう、うん、今までにない感覚ですね。だから今度アフリカに行ったらどんなこうポケモンいいんだろうとか、まあ、
とにかく立ち上げてみたくなるっていう、なんか世界をつないだ感じがあると思うんですけど、あ、それは嬉しいです。言語が分かんなくてももうこのゲームでつながってるみたいな、はい、本当にそのどういうポケモンがどういうところに出るかっていうのはかなり簡単なようで結構難しいわけじゃないですか、うん、その世界中に出すわけですから、うん、もともとのゲームボーイのゲームって遊ばれて、遊んでました、はい、あれもこう川のところ水辺に来る、うん、水系のポケモンがいたりとか、はい、月見山行くとピッピとか、うん、ああいうポケモンがいたり、こう場所によって出るポケモンが違うっていうのがそのポケモンの面白さだと思うんですよね、うん、それをこう現実世界にマッピングするっていうのは結構僕はもう完全にポケモン小さい頃からやってた世代なんで、自分の中の小さい頃の夢というか、うん、妄想としてあったんですよ。なるほどなるほど。うちの近所だったらここにはこんなモンスターがいるはずだっていう。ああ。とか山の方に行くとこういう大きいポケモンがいるとか、うん、そういうことをなんですかね、ある程度その実現しようと、それがある程度ポケモンで実現されて、で多分誰もがある程度こう自分の中でそういう冒険というかそういうことをしたかった、うん、こう少年の心があると思うんですよね、うん、なんでこう新しいところに行ってどんどん何がここにはいるんだろうっていうのを開いて遊んでもらえてるっていうのはすごく嬉しいですね。川があったら俺はコイキングをとにかくたくさん集めないとそのギャルはいに進化させられないから、川を見つけたらとりあえずコイキングがいるかどうか確かめに行くっていう、はい、作業をこう人がしてると、まあ俺がやってたら他にも同じような行動を取ってる人がいるんですよね、はい、で、そうですね、あれですかコイキング狙いですかって知らない人とも会話がまた生まれるっていう、今までだったら絶対会話することのないような人と会話が始まるっていう、このゲームっていう枠をね、とんでもなく超えてって、これコミュニケーションツールとして、なんかゲームじゃない、なんか人と人とをつなぐ新しいなんかものを手にした感じがして、なんかゲームじゃないドキドキがたくさん詰まってたんですよね。海外でもね、本当にポケモン GO を開くだけで他にもやってる人いっぱいですし、うん、それでここに何いたんだよみたいな話が始まるとかっていう話もすごく聞くし、うん、あとはそのおじいさん、先ほどもおっしゃってましたけど、おじいさんだったりとか子供だったりとか、うん、世代を超えてこう一緒に遊べるっていうのは本当に素晴らしいなっていうふうに、うん、思っていて、今まではなんていうかこう自分の友達とかってこう似たような人とやっぱり似たような職業だったりとか、うん、似たような育ちだったりとかそういう人とこう一緒にコミュニティみたいなのができていくっていうのは普通だったと思うんですけど、うん、本当はもっとこう土地というかその地域というか、うん、そういうのがすごく大事だなと思っていて、その地域のその何て言うんですかね、地域に根ざしたつながりって最近すごく少なくなってると思うんです。うん、子供ができたらね、それでなんかちょっとこうその近くでこう幼稚園でとかそういう風になってきたりすしますけど、それでもまだなんとなくこう自分と似たような人たちも集まりみたいになってしまって、そういう意味では本当にイングレスだったりポケモン GO を通して今まで本当にこう話をしたこともなかったような人と一言でもこう話ができるっていうのが多分すごくこうきっかけなんですよね、うん、それで人間ってきっかけがあればあとはなんかそのもうちょっと申し訳ない言い方になるかもしれないけど、ポケモン GO じゃない今度違う展開になっていくんですよね。でうちの近所でポケモン GO を集めるって嫁と散歩してたら、なんか見たこともない洋菓子屋さんがあって、でそこの洋菓子屋さんになんかモンスターが出て、でモンスター取ってたらそこの店主に声かけられて、え、うちなんか出るんですかみたいな、いやなんかね珍しいの出たんですよって会話が始まって、でこんなとこ洋菓子屋さんありましたつって、いやうちはもうずいぶん前からやってるんですけど、え、じゃあちょっと食べてみますつって食べたらめちゃめちゃうまくて、でこの洋菓子屋さんのこのバターサンドが俺おいしいって今度ツイッターで発信するとまた人が来るみたいな、なんかすごい展開だなと思って、これツイッターとかじゃないまたなんか新たなツイッターだけの発信だったらなんか俺がただ宣伝してるみたいな感じになってたところが、ポケモンを探しに旅に出たらこんなバターサンド屋さん見つけたよって言ったらスッと人間が入れるっていう
ポケモン GO フィルターがあるからなんですよね。うん、本当にそれは全くその通りだと思います。なんかアメリカで、最初オーストラリアニュージーランドってアメリカで最初にローンチを始めたんですよね。はい、で、ローンチ始めた日に、その日夜家に向かって歩いてる時に、うん、もうすでに遊んでくれてる人がいて、はい、で思わず話しかけたんですよ。うん、ポケモンやってるのって、うん、初めてこうなんですかね、外にこう出たんで、それが嬉しくて、うん、話しかけたらいろいろ話して、ここであれ捕まえたっていう話をして、でもう翌日からはこの辺人いっぱいいるんですけど、うん、海沿いのところを歩いてる人、もうかなりの人数がみんなが遊んでくれるすごい。でそれ目の当たりにするんだよ、やっぱね、開発者としてうれしいです、ね。うん、やっぱり嬉しいのはみんな話してるんですよね。多分全然知らない人たちがこう集まって何がいた何がいたとか、うん、俺こんなの捕まえたみたいな、そういうコミュニケーションを始めてくれて、うん、でこのポケモン GO ってゲーム自体は結構、まあ、シンプルなルールなゲームなんですよね。でそのゲームの中にとどまらずに、このみんなが遊んでくれてるのはやっぱりそのゲームの外にあるこういう人と人のコミュニケーションがあるから、みんなこうどんどん遊んでくれてるんじゃないのかなと思いますね。うん、コミュニケーションありきの、そう、いや新しいゲームの形を提示したと思うんですけど、でも一方でなんか僕もすごい注意されたんですよ。ツイッターでポケモン GO やってるっつったら、いやまたそんなポケモン GO やってみたいな言う人がいて、で俺はすぐ反論したんですけど、車っていう便利なものを世の中に生み出した時に、車を使ってその飲酒運転をする人もいれば、きちんと車を、うん、マナーを守ってやってる人もいるから、でどっちの方が多いかって言ったら、マナー守ってる人の方が圧倒的に多いじゃないですか。ポケモン GO もそうなんです。みんなちゃんとモンスター取るときには立ち止まって取るし、で道を避けて取るのに、そのな悪いところばっかりをまた足引っ張ろうと思って やるっていう、その報道もあったと思うんですけど、その時はどう思ってたんですか、お二人は。まあこういうこともあるかっていう想定内だった。そのまあ、イングレスからの学びもありますし、やっぱり安全にプレイしてもらいたいっていうのは、うん、もう当然開発者としてずっと思っていることなので、そのできるだけアプリの中で、うん、ずっと歩き続けなくて済むように、そのゲームのデザインも考えてきたし、その例えばもともとのその Nintendo DS とかゲームボーイのポケモンって捕まえるときバトルしたりとかあるんですけど、うん、そういうのもなくして、うん、まあ、なるべくこう止まってパッとやって次に進むっていう、そういうゲームデザインを組み込んだり、こう車でスピードが、車に乗ってるのかなと思ったらその警告を出したり、警告出るようになりましたね、はい、いろいろその安全にプレイできるようにっていうのはずっと、なんですか、努力しているんですね。だから僕もなんかもったいないというか、本当に世の中に革命を起こしたと思うんですけど、このゲームは。でもこんだけ人が楽しんでると、やっぱりどっかで足引っ張る人が出てきて、それ悲しいことじゃないですか。だから僕はこのゲームのプラスな部分だったりとか、本当にちゃんとマナー守れば何にも問題ないことなんだからっていうことを打ち出していきたいんですけど、やっぱりありがとうございます。足引っ張る人もいるのも確かですよね。まず今野村も言ったみたいに、ゲームの側から、あるいはアプリケーションの側から、安全に気をつけてデザインをするということはすごく大事で、そこは本当にもうずっと考えてますし、まだまだできることがあればやりたいなというふうに考えて、改善できるところがあれば改善していく。あとはそのこういう新しいものが出てきた時に、やっぱりその社会そのものがこうそれについていろいろ議論したりとかして、どんどんこういい方向へこう設計し直していってくれたらいいなと思っていて、例えばいろんな人が、そう、例えば親も子供に家の中でずっとこもってるよりは外に出てほしいと思ってるし、みんな外に出てちょっと1日1時間でも歩いたり運動したりしたらすごくいいよねっていうのは思ってると思うんですよ。でも実際にみんながそれをこうポケモン GO で一斉にやり始めてみたら、公園には人が入らないし、道には人があふれるしっていう風なことになって、でもそれって考え方を変えれば、多分そういうふうな世界にしたいんだったらこういうふうに世界をデザインした方がいいというか、まあ、そういう、こう発想の種になるというか、
なんで僕たちもこれからもずっとこう人をもっともっとこうそこに出てこう世界の良さを発見できるようにしていきたいと思うので、世界の方もそれに、なるほどね、それにこれもきっかけ、これもきっかけですよね。だから外でもこう人がいっぱい出てもいいような、デザインとかにこうで、まあそういう議論がいろいろされていったらいいんじゃないかなっていう、これアメリカでスタートしたから、日本の人もアメリカであんだけ流行ってるやつをやってみたいみたいな空気感があったと思うんですよ。で、なんか事故とかなんとか起きても、今までのに日本のこのなんか性質で言うと、もし日本でスタート切ってったらと思ったらちょっとゾッとしないですか？日本だともうすぐこう閉塞的な、今、僕が今一番日本の嫌いな部分なんですけど、もう何でもこうネガティブに後ろ向きに捉えて、発展しようっていうものを発展させないような空気感がなんとなく出来上がるっていうのが、僕だからその辺もちゃんと考えて日本からスタートを切らなかったのかなと思って、それはないですまあまあ、いろんなことを考慮して、ね、その始める国は決めているんですけど、まあ、サーバーのことですとか、まあ、他にもいろんな要因の中で考えて出してるんで、まあ、特にそこまでのはあるんですか？そこまでっていうわけではないですね。まあ、ただ日本は本当に大事にしたかったというのはありますよね。日本でローンチした時に事故が起きないようになったりとか、できるだけそのスムーズにみんなが遊べるようにするために、まずは他の国でっていう感じで準備を整えていったというのがあるんですけど、でも結果的にはそれがおっしゃるだけですごくよくって、なんでかっていうと、多分アメリカでこういう風になってて社会現象になってるっていうのを見て、僕当時日本ローンチの時に日本に出張でいたんですけれども、そしたら駅も歩きスマホには注意しましょうだったりとかっていうアナウンスが流れたりとか、内閣もサイバーセキュリティでこう強化するとか、強化するとか、準備をする、でそれで準備をして、で夏休みに入る前にこういろいろこう子どもたちにそういうことを教えてあげたりとか、社会もこうそういうことに対してこういろいろもうローチの前に議論がいっぱいされたので、それはすごく良かったんじゃないかなというふうに思いますね。でもそれでもやっぱりその後いろいろ出てくるけれども、我々もできることをやりながら、やっていくしかないかなと、ゲームって子供はもう子供だけの会話で終わってたのが、俺公園に夜11時ぐらいだけど、お父さんお母さん子供2人でポケモン GO を借りに来てて、なんて微笑ましいんだろうと思ってお父さんも子供にモンスターのことを教わりながら、でお母さんはそんないつもコミュニケーション取れない子供とパパと子供の中に入って、そうそう私が思い描いてた家庭像ってこうなのよみたいな、何とも言えないもうそれは俺の想像ですけど、そんな家庭がもう夜の公園に行けばたくさんあるっていう、なんか公園に行くだけでも幸せになったりポケモンが取れるか取れないとかじゃなくて、なんだこの公園に行ってよかったってまず思ったんですよね。いや、なんかその本当にもともとゲームなんで、僕もゲーム大好きですし、こうただのゲームだと思って作ろうとするとどうしてもこう難しくしたり、ハードコアな人向けなものになっちゃうんですけど、もうそれは初めからプロジェクト開始の時からそういうふうにはしないってことを常に気を使って、なるべくその幅広い年世代の人だとかそういう人にパッとすぐ使えるように、そうで、で結果的にアツシさんがおっしゃったように、おじいちゃんとかおばあちゃんとかも遊んでくれて、で孫とかとの会話の種になって、本当に狙ったことがちゃんとうまくいって、嬉しいですね、そういうところ、ね、きっかけ作りにねして、それでこうなんかこう娘と数ヶ月ぶりにこう話をしながら一緒に歩いたとか、すごくいいなと思っていて、で外歩くってそれだけでもこう気持ちが良くなるじゃないですか。そうですね、気持ちが晴れるんですよ、ね、そうね、だからそれをきっかけにして家族で一緒に散歩するとかってすごくいいなっていう、だからまあなんかこれをこう
いいね、あの、なんて言ったらいいんだろうな、あの、ポケモンの人も、任天堂の人も、あの、みんな、その世代を超えて、いろんな、あの、家族が一緒に楽しめるというのを、Wii とかでもずっとやっていたので、うんうん、あの、そういうことがこう、このポケモン GO にもすごく実現されているっていうのがすごく嬉しいですね。でも俺が公園に行って嬉しいぐらいだから、お二人はそれを目の当たりにしたらもっと嬉しいですよね。嬉しいです、ね、当然仕掛けた側だからめちゃめちゃ嬉しいですね。その喜びのここずっと幸せでしょ。だからあの仕事はやっぱり忙しいんで、うん、いろんなストレスとかあったりするんですけど、そういう時にあそこら辺を歩いてちょっと一周回ってくると、うん、プレイしてくれてる人がいっぱいいるんで、それだけで、うん、あの幸せになって帰ってきますね。その充実感はなかなか味わえないですよね。だからね、まだ、本当にその公園をずっとその日比谷公園とか見ていたら、うん、もう本当に人がもういっぱいで、はい、みんなやっていて、なんかもう夢を見てるみたいな。へぇまあ現実だとちょっと思えない。捉えきれないぐらい幸せ。うん、彼はあのサンフランシスコで、あのちょうどローチの後に、その、何千人だったっけ、ああ、5000人ぐらいですかね。5000人ぐらいが街をこう、練り歩く。みんな街物もしたりとかしながらイベントで、彼、あの、その時行っていて、あの、本当に嬉しそうな写真が残ってます。いや、俺はもう想像しただけで、そんなハッピーなね。今までのゲーム開発者では味わえないハッピーさだと思うんですよね。そうですね、うん、あのユーザーが勝手に企画したイベントで、でもあの参加させてもらって、本当にあそこのマーケットのストリートをもう数千人が練り歩いてみんなであのポケモンがいるとこう大声を上げて、でなハイタッチとかしてて、もう本当に嬉しかったですね。うん現実とは思えない感じ。なるほどね。まだちょっと日本にはあのローンチしてから一回も帰ってないので、どういう状況なのか。すごいですよ日本のもう新宿御苑、もう本当にすごかったですよ新宿御苑って4時か5時ぐらいまでしか いられないんですよ。あ、そうなんですか、はい、で閉園の時にうちの嫁がなんかどっかに海流が出たっつってでその閉園時間が5時なんだけど、5時過ぎぐらい、あ、5時になる5分前ぐらいに出て、そのまま集中して、なかなかこう帰ることができない。だけど、みんな普通混雑してたら、はい、満員電車の時ってみんな窮屈そうな顔なんですけど、あんなごった返したのみんな幸せのそうだったんです、その体重をゲットできて。あ、だからその後、ごった返してたのそんなハッピーな顔ってなんだねみたいな話をしたんですよ。はい、すごいですよ日本も。それそうなんですね。これはそれは見たいですね。ねえで今後どうですか、それぞれ夢というか、まあ、ポケモン GO でやるべきこととか、まあ、やりたいこともあるでしょうけど、今後の人生においてこんなことやってみたいとか、あんなことやってみたいっていうのはどういうのが。人生ですか。その頭、まあ、長い話です、ね。まあとりあえずモカは今はもういまだにまだ今90多分2カ国くらいかな出してるんですけど、まだ世界どれくらい残ってるのかな、まあ、100カ国くらい多分残ってるので、まずは目前のそれ全部出していかないなといけないなと思っています。全世界。そうですね。やっぱりこのポケモンって日本が生み出したポケモンさん、ニンテンドーさん、ゲームフリークさんが生み出したこのポケモンってコンテンツって本当に日本の誇れるコンテンツだと思うんですよね。海外に行って例えばどんな有名な人よりもそのピカチュウの方が多分有名だと思うし、そのこれだけポジティブなイメージで年齢層にその関わらず受け入れられているコンテンツって他にないと思うんですよね。それをこう世界中に広げる、まず、広げていきたい、もっと広げていきたい、もっと、いかがですか。まあ世界をねやっぱり相手にして、やっぱり僕たちこの日本人、日本育ちの日本人ですけど、うん、まあアメリカでこうやってやっていて、まあそうやってこう世界に向けたプロダクトでこうやってこう成功させていくことで、多分日本の人も、僕も世界に向けてやってみようとか、うん、
今やっぱりその作ってる人とかもやっぱり日本でまず成功してそれから世界へっていうふうに考えてる人もたくさんいると思うんですよ、クリエイターの方で。でもなんかこういうのを見てそのいややっぱり最初から世界を向けて頑張ってみようとか思ってくれる人があの一人でも増えたらあのどんどんあのすごいエキサイティングなあのことになるんじゃないかなと思うので、やっぱり世界に向けてこうやっていきたいのと、あとはあのナレンティックのロゴでこう気球みたいな感じなんですけど、僕もまあ将来はあのいつかこう飛行船を買ってそこに家をつけて、世界をそれで回って、そのまあいろいろねあの法律で難しいとかいう人がいるんですけど、まあまあそれをこうあえてねそのだって家をつけてこう世界中回ってあのいろいろ見て回りたいなというふうに思ってるので、いや俺この絵を見たときにすっごい船じゃないですか、あれ。船ですね、ホガス。はい。船に気球がついてるって、なんか、もう、どこまでこう冒険したいんだろうとか、旅のなんかね。そうですね、悩んでいくの。究極の旅の仕方。悩んでいくのテーマってもうアドベンチャーなんですよね。ああ。やっぱりあの、ポケモン GO もイングレスも、やっぱりそれを持って、外に出たことで、その、街の中でもこうちょっと一つ路地を入っただけで、うん、なんかちょっと冒険っぽくなってくるじゃないですか、うん、あこんな知らないところに足踏み入れちゃったみたいな感じになったりとか、うん、そういうその冒険をするきっかけ、多分あのポケモン GO でも多分大冒険をしてる人いっぱいいると思うので、うん、あのまあ、そういう感じであの僕たちもずっと冒険をしてこれからも、うん、いやでも貴重なお話を聞けて本当にすみません遅刻してきちゃって申し訳ないです。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい。じゃあ参加者に呼んでいただいてロゴの前で、はい、目がキラキラしてる。あ、座っていいですか。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 座っちゃうと多分。上切れちゃうわ、ね、これ広いので大丈夫。あ、でも立っていただいた方がいいですか。はい、はい、じゃあ行きます。ワン、ツー、スリー、ちょっとアップでいきます。はい、チーズ。はい、じゃあこちらお願いします。はい、私もやアイコンですみません。はい、OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい。冒険したいな。でもこう新しいこととかあれですよね。あのいろいろ目なんですか、あのアンテナを張ってるって聞いたんですけど。はい。テレビをなんとかしたくて、でもテレビを何とかしたいっていうこと自体がもう違うのかってさ、ちょっと最近そもそもテレビじゃないんじゃないか、はい、テレビじゃないのか、何とかしたいっていうのはどういう意味？昔テレビが好きでテレビの世界入ったんですけど、思ったように楽しい世界じゃないの で楽しいことやろうと思ったら今の地上波っていうところ出るしかなくて、地上波じゃないところだったら楽しいことできてるんですけど、でも今度たくさんの人にそれ届けられないですね。そうなると、ね、難しいですよ ね本当にね。でも、うん、そうしょうがないのかと思って。なんか今模索してる最中。そうですね。でもテレビもちょっとずつ変わっていくんじゃないですかね。そういう気持ちを持っている人がこういれば、なんか時間は多分かかるんだと思うんですけど、だんだんあの中の人も少しずつまあ変わっていってるんだろうと思うし、一気に変わらないですね。そうそう、なんとなく田村さんみたいな感覚の人が多分ちょっとずつその力のあるポジションにこうついていってくれたりしないですよね。なんかね、10分間だけCS の電波をくれるおじさんに出会って、そこで10分間の放送局を始めるそうです。どの自分が好きな演者さんと自分が好きな。